食わないのか？今食べるとこだったの。ボルシチ、温まったぞ。いらない。今日水しか飲んでいないじゃないか。大丈夫よ、もう時間ないでしょ。弱い人間と一緒にしないで。大丈夫、ちょっと滑っただけ。医務室に行こう。平気だってば。いい加減にしろ。嫌な夢を見た。夢？ロケットの爆発に巻き込まれて実験動物みたいに黒焦げになる。それを見てから体がおかしいの。食べてみて、牛乳ラー油よ。血液。美味しかった。体が熱くなって信じられないくらいに力が湧いてきた。血液だ。いや、絶対に、いや、絶対に飲まない。輸血用の血ってどこの誰のものかわからないでしょ。そうですけど。そんなの絶対嫌。体が汚れるし余計体調が悪くなる。なあ、血液は俺のじゃダメか？俺は人間だけど、どこの誰かもわからない人間じゃないだろ。それはそうだけど。じゃあ問題ないな。ちょっと待って。ん？本気なの？本気だ。試せることは試したい。わかった。あなたの血をいただく。いただきます。もういいのか？うん。やだ。あんまり見ないで。全身が暖かくなって心も軽くなった。